私は春から、はい、大学生になるんですけど、うん、自分はきつ音、いわゆるどもりといわれる発話障害の一つ。日本だけで120万人いると言われており、明確な治療法は見つかっていません。そんな喫音に悩む若者のために、ある女性が立ち上げたお店が話題を呼んでいます。注文に時間がかかるカフェという、あのカフェをやってます。喫音のある若者が1日だけカフェ店員ができるカフェです。立ち上げたのは自らも喫音で夢を諦めた経験を持つ奥村ありささん。接客業を夢見る喫音の若者がカフェの店員に挑戦。そこには思わぬ出会いも待っていました。喫音なの、頑張って喋ってた。喫音に未来を、若者たちの挑戦の場、中カフェを運営する奥村さんの一日に密着しました。朝8時半、この日奥村さんがやってきたのは大阪。よろしくお願いします。よろしくお願いします。結構な大荷物で。そうです、これが全部の中華フェの道具が入ってます。中カフェは常設店ではなく1日限定で開催。これまで全国各地12カ所で開催してきました。今日の会場の梅田ラテラルさんが前々から中カフェのことを応援してくれていて、で今回一緒にやりたいって言ってくれて実現しました。9時、この日の会場に到着。おはようございます。あ、みんなもうついてる。よろしくお願いします。この日店員を務める4人の学生たちと合流。みんな緊張してる？めっちゃ緊張してる？今日はね、みんな楽しんで、まあ、接客やりたいと思うんで頑張っていきましょう、うん、今回参加する4人は関西在住の喫音を抱える高校生や大学生。中カフェを大阪で開催するという奥村さんの発表にそれぞれ自らが応募して集まりました。ツイッターから奥村さんのご活躍を知って、このをきっかけにちょっと、うん、挑戦してみようかなって気になって応募させていただきました。自分はその将来の管理用紙給食目指してまして、うん、それでそのお客、その患者さんに対しての1対1とかでの栄養指導とか、うん、なんかする必要があるんで、うん、そういったとこもおためにその少しでもその知らない人と、うん、話す機会を増やして慣れておきたいなって思ったんで、うん、それで応募しました。そうなんですね、はい、大学生のみゆさんはカフェで働くのが夢だったそうです。しかしアルバイトのあれをして面接をした時に、喫音者とちょっとこう接客するのはどうかなっていうふうにその責任者の人に言われて、それがちょっとショックで、
ちょっと傷ついて喋、うん、るの怖かったんですけど、うんうん、でもなんかこういうなのしてるんやったらなんか応募してできたらなんかちょっと変われるかなと思って、うんうんうん、応募しました、うん、私もそうなんですけど接客業がやりたいんです。でも吃音があって一歩踏み出せないっていう悩みがあるんですけど、それでも挑戦することで吃音のある若者たちに一歩踏み出してほしいっていう思いもあって、10時お店のセッティングが済んだところで、中カフェの特徴の一つにマスクに個別のニーズを書くっていうのがある。例えば最後まで話を聞いてくださいとか、自分がやってほしいことこうすると話しやすいよっていうのをマスクに書いてほしいです。一口に喫音といっても症状は様々、話し終わるのを最後まで待ってほしい、推測してフォローしてほしいなど性格や症状によっても異なります。4人ともかわいいマスクが完成しました。午後1時、いよいよお店が開店します。お待ちの方どうぞ。まずはお客さんにカフェのコンセプトを説明します。注文に時間がかかるカフェのスタッフは全員喫煙者です。喫煙でも一生懸命話していますので、その話し方の真似をやったりからかったりなどは決してしないでください。続いてオーダーを聞くのはみゆさん。ご注文 お伺いします。ホットココアは2つ、ココア2つ、はい。ちなみに飲み物の代金はすべて0円。接客にプレッシャーがかからないようにという奥村さんの考えです。お待たせいたしました、ホットコーヒーとホットココアです。飲み物の提供が終わったらお客さんとの交流タイム。喫音者自らが話しかけに行きます。みゆさん緊張しながらお客さんの元へ。学生さんですかね。あ、そうです。今大学生4年生になったら、その論文の発表があるっていうふうに言われてて、すごい今からも家がいいと思います。奥村さんはカフェが円滑に回るよう全体に目を配りながら、気になったところはスタッフにアドバイスを送ります。ファーストコンタクトっていうか声かけに行くのがどういう感じで声かけたか、例えばお渡しして、その時に今日はどちらか聞いたんですかとか。奥村さんもかつてはみゆさんたちと同じように喫音に苦しめられた過去がありました。奥村さんが喫音に気づいたのは小学生の頃でした。授業参観に来ていた親友の母親が奥村さんの喋り方を見て、思いもよらない行動に出たのです。授業が終わった後に、アリサちゃん最近うちのこと話してるっていう風に聞かれたんです。3日ぐらい経った後にその友達が私の机の前に来て、すごい言いづらそうに、ね、お母さんがアリサちゃんとはもう遊べないっていう風に言われちゃったんだっていう風に、アリサちゃんのその話し方が映るかもしれないからっていう風に言われて、その心ない誤解は学校中に広まってしまいました。その話がだんだん大きくなっていって、最初はアリサの声を聞いたら映るから、アリサと触ったら映る、
それからアリサに近づいたら映るみたいな、どんどん話が大きくなっていってしまって、で気づいたらその私の周りに人が寄りつかなくなってしまったんですね。教室の前の廊下で私が一歩前に出たらバーッと波を分けるように人が避けていくのが今でも頭の中に残ってます。喋ることに自信をなくしてしまった奥村さん、学生時代のアルバイトは憧れていたカフェ店員ではなく自動車の部品工場でした。しかしその後26歳の時に転機が。語学留学をしたオーストラリアで生まれて初めてカフェ店員を経験できたのです。オーナーさんがその一般的にその就労に結びつきづらいっていうふうに言われてる移民の方とか、病気とか障害を持っている方を受け入れて、社会体験っていうふうに受け入れてる場所があったんです。同じ同僚が私以上に話せなくて、障害があって話せない人でもすごい笑顔で身振り手振りでお客さんと接客をしてて、もうその光景が私はすごいカルチャーショックって言いますか、あ、こんな接客方法もあるんだって目から鱗だったんです。帰国したら私みたいに言葉がスラスラ出なくても接客をしたいって思ってる人がいたら一緒にやりたいなとか、そういう喫音があっても働けるカフェを作りたいなって思いました。帰国してすぐ奥村さんは中カフェを開催。最初はシェアハウスの一角から始めましたが、ニュースや SNS で認知されるようになると全国からうちでも開いてほしいと依頼が来るようになりました。午後3時、家族連れがやってきました。なんかちょっとお話ししたいなと。うちの子供が聞いてたので、そうなんですか。そうなんですよ。アドバイスみたいなのがあったらありがたいかなと思って。7歳の息子さんが喫音症なんだそうです。どうしても言えないことがあるんです。苦手なワードがあるってことも。赤サタンなの。タ行がいいんですよ。タ行ね。ハルトさんの話を食い入るように聞きます。タから始まるんですか。絶望的で。親御さんがしてくれてよかったとか、こうしてほしかったとかって何かありました？やっぱり一番嬉しいのは自分言えないんで、お店とか入った時に代わりにやっぱり注文とか電話とかかかってきた時、その代わりに取ってくれたらすごい助かってはいるんですけど、大学卒業してやりたい仕事とか今は一応あれです、管理栄養士とか、管理栄養士目指して、自分こんな症状持ってるんで、うまく話せるところか分かんないんですけど、めっちゃ上手に喋ってます。全然気にすることないと思う。まだ欲しいんですよ。調子に気が取れます。嬉しいです。聞いてると。ありがとうございます。ありがとうって。ありがとう。やっぱきつね、機会が出る。楽しかった。本人たちが抱えてる問題とか、不安なこととかがすごい分かって、来てます。みんな、キラキラしてたよな。笑ったらすごい可愛いし。やっぱりちょっと私自身まだちょっと、どうして喫音になっちゃったんやろっていう思いがすごいあって、治ったらいいのにっていう思いもちょっと未だにあるんですけど、ただ実際こう大きくなってます。既存の方と今日初めて接して、なんかすごい前向きな姿勢とかを見て、私自身考えが前向きになれたのはあります。彼らがそういうなんか憧れの存在みたいに
なるっていうのって、うん、なんかすごいいいなって思って、今までその自信がなかったりとかしてたのに、うんうん、今日この場になって同じ吃音になる、ちっちゃい子とかの憧れの存在になれるってすごい私はあ、いいなって思って、うん、私もそのぐらいの時期の頃すごい悩んでて、その夢諦めないといけないのかなとか思ってたので、その実際にあの自分吃音でこれ諦めてたんですけど、あの中カフェがきっかけで挑戦してみたんですみたいな報告受けると、ああやってよかったなって、なんか過去の自分がちょっと救われるような気がします。午後5時カフェの営業時間が終了。もう一枚いきます。はい、チーズ、はい、どうですか。ありがとう。ありがとうございます。はい、また依頼があった場所へ。奥村さんの中カフェはまだまだ続いていきます。やっぱりもっとたくさんの吃音のあるあの人たちと一緒に夢を叶えたいと思っているので、もっとたくさんの場所で開催したいです。一人でも多くの吃音のある子たちが自分の夢を叶えられるといいなって思ってます。奥村さん、長い一日お疲れ様でした。この番組は公益財団法人日本財団の提供でお送りしました。